何か面白いことが始まりそうだね。おばあちゃん寝ないで。そうだったわね。まずはパンケーキが食べたい。早く作ってよ。は、私の得意料理じゃないの。大好きな孫がお腹を空かせてるの。早く作ってあげないと。さあ焼くわよ。簡単ね。1枚目はできたわよ。2人ともつまんないね。僕は妹のためにすっごく明るいパンケーキを作ってやるんだ。絶対に気に入ってもらえるよ。さあ入れて、そして色を足すよ。こんな感じ。よく混ぜるぞ。おお、いい感じだ。あとはフライパンで焼くだけだね。できたかな。焦げる前にお皿に移すぞ。パンケーキで虹を作ろう。私はメープルシロップとバターで味付けするわ。美味しそうでしょ。綺麗だな。カラフルで最高だ。上にマシュマロを乗せたら絶対に勝てるはず。美味しそう。僕も食べたいな。カラフルなトッピングをかけたら出来上がりだよ。いいね。甘いものは体に悪いの。上から半熟卵を乗せるわ。水の入ったお鍋を火につけるの。水が沸騰したら生卵を中に入れるのよ。こんな簡単に半熟卵ができるの知ってた？ベーコンとサラダも絶対よ。あと少しで出来上がり。出来上がった半熟卵をパンケーキにのせて。上からパセリをかけたら完成なのよ。ああ、私ってすごい。うわあ、まずそう。終わった？それなら食べよう。ああ、全部美味しそう。このパンケーキから食べるわ。もぐもぐ。あ、結構美味しい。あ、カラフル。美味しい。気に入ったわ。これは何？え、気持ち悪い。こんなの食べない。買ったのはカラフルなパンケーキ。すごく美味しかったよ。やった。今度はピザが食べたい。いいね。わかったわ。いい選択ね。まずは生地を作るわ。トマトペーストをよく塗るのも大切ね。慎重に塗るのよ。そうそう、筆が近くにあってよかった。簡単に料理ができるのよ。チーズもかけるわ。すごく美味しくなるわよ。そしてペパロニ。ピザはほとんど完成よ。何してるの？オープス。おっちょこちょいなのね。ああ、僕のピザが。え、触れるの？ありがとう。いいこと考えた。甘いピザを作っちゃおう。きっとまた気に入ってもらえるはずだよ。ソースの代わりにマシュマロを使おう。最高だね。これはなんだ？スキットルズだね。よし、具材として使おう。またまたレインボーにするぞ。完璧だ。私も何か思いつかないと。あ、いいこと考えた。黒色のピザを作るわよ。着色料を使えば完璧。私も筆を使うわ。
生地は完成ね。トマトペーストを塗るわよ。そう、こんな感じ。チーズは多めに振りかけないと。よし、あとは具材ね。普通じゃないピザを作りたいなら海鮮がちょうどいいと思う。素晴らしいわ。ピザをオーブンに入れる準備が整ったみたいだね。できた。ピザを机に出して。ああ、僕のピザが台無しだよ。私のピザは大丈夫。はあ、いい匂い。さあ召し上がれ。あ、何この変なピザ。黒いわ。なんで上に貝があるの。気持ち悪い。あ、鮮やか。食べてみるわ。まあまあかな。今度は何。あ、大好きなペパロニよ。おいしい。このピザの勝ち。ありがとう。召し上がれ。アイスが食べたい。大好きな孫のために美味しいアイスクリームを作るわ。もちろんケーキも入れるのよ。気に入ってもらえるといいな。大切なのはケーキを細かくすること。そうだね、細かくしよう。どんどん作業を進めるよ。何よこれ、どうなってるの。ちょっと、なんてことしてくれたのよ。ごめん、夢中になりすぎたんだよ。アイスクリームなんか簡単よ。一番おいしいアイスクリームを作るわ。いつも通り完璧。トッピングも大切よ。レモンがよく合うと思う。黄色はみんなが大好きでしょ。あとはミントね。さあ工夫をするわよ。綺麗でしょ。また変なことを考えて一人で喜んでるのね。大切なのは愛よ。そうすれば料理が美味しくなるの。なんだかおかしくなったわ。最近の流行りったら。あと少しで完成ね。シロップをかければいいのよ。ほらできた。素敵ね。アイスはできたよ。お皿に移してトッピングするだけだ。Okay. うまくいってるような気がする。いい感じでしょ。妹が大好きな生クリームを忘れないよ。いいね。スキットルズを飾ったらアイスが綺麗になると思う。僕たちが大好きなオレオとシガレットも良さそうだね。なんだか物足りないな。あ、そうだ、チョコシロップちょっともらうよ。 OK。 よし、ありがとう。これで出来上がりだよ。 I've got it。 出来上がったアイスを披露する準備はできた。どれから食べようかな。あ、すごいボリューム。食べてみるわ。今までで一番おいしい。本当にすごいわ。んー、これは何かな。え、なんで葉っぱが乗ってるの。変なの。葉っぱはいらない。まずい、こんなの食べない。最後の一個も食べてみる。変なの。でもおいしい。このアイスの勝ちよ。
やった僕の勝ちだ。くらいに変身させてみるわ。あの箱はなんだ？車をどうするつもりなのかな。私の車をもっと可愛く変身させるの。今はバービーみたいなピンク色が流行ってるのよ。だから色を変えちゃおうと思うんだ。もちろんふわふわにしちゃうわよ。できた。今度はタイヤとライトの番よ。普通のままだとつまらないから細かいところまでピンクにしちゃうの。そうすればすっごく可愛くなるわよ。ライトだっておしゃれにしちゃうわよ。車のライトは目のようなもの。つけまつげをつけたら可愛くなるはずね。すごくいい考えでしょ。これでピットに勝ったわ。Oh my God。 そんな、どうしよう。あ、そうだ、僕だって車を変身させればいいんだ。必要なものは注文しよう。お、早いね、ありがとう。早速取り掛かるぞ。まずは黒いスプレーを使うよ。車を真っ黒にしたいんだよね。かっこよくなったな。タイヤだって男らしく黒に交換しないとだね。まだまだ終わりじゃないよ。金色のトゲトゲを貼ったらもっとかっこよくなるだろう。ほら、いい感じだ。ドクロも貼らないとね。え、その車どうしたの？おしゃれにしたんだよ。羨ましい？乗りたい？そう簡単には諦めないからね。外装はできたし、今度は車内を可愛くしていくわよ。まずはハンドルをどうにかしないとね。こうしたらすっごく使いやすくなるの。ナイス。今度はシート、ピンクの毛皮をかけるわよ。高級感が出てるわね。アーサム。ミラーにぬいぐるみをかけてピンクのふわふわを増やしましょう。これで車の中まで可愛くなったわ。そして最後にイルミネーション。私の好きな色をみんなに知ってもらいたいの。車内までデコレーションしたの？負けてられないね。そうだ、僕だって何か飾りを持ってるはず。これだけあれば車内もかっこよくできるね。チェーンでハンドルを巻こう。ほら、だいぶかっこよくなっただろう。でもまだ終わりじゃないよ。ドクロはどこでも必須アイテムなんだ。レバーにも貼っちゃおうっと。ミラーにもかけるよ。ほら、おしゃれだろう。でもドクロはまだまだ続くよ。ここに貼っちゃおうではないか。他の運転手さんが僕のことを尊敬するだろう。車内をデコレーションしてるの？またドクロ尽くしよ。私の車の方が可愛いから平気平気。何をしようかしら。 OK。 車が駐車場に止まっている間は周りのスペースをヨガ教室にしちゃえばいいの。必要なものならマットもお水もモニターだってあるのよ。プロを見ながら運動できるんだ。さあ始めるわよ。 Hello。 OK。 キャンディ、私たちもヨガをしたいの。いい？もちろんよ、一緒にやりましょう。おいしいな。あれ、何が起こってるんだ。僕がハンバーガーを食べてる間にダイエットをしてるのかな。そんなの許さないぞ。僕だってスポーツジムを作ってやる。必要なものなら全部入ってるぞ。ジムにはダンベルがないとだね。よし、行くぞ。これだけじゃ少ないね。こんなのもあるよ。重いな。あ、これで十分だと思う。Okay。 女の子はマッチョが好きなんだ。筋肉をつけないとだね。
ビット、僕たちも一緒にトレーニングしていいかな。もちろんさ、一緒に筋肉をつけよう。あれ、かっこいい男子がいるわね。Hey. 挨拶をしてきましょう。Okay. 行きましょう。どこ行くの？ What? 私は裏切られちゃった。あと少しだ。やってやるぞ。やったぞ。ああ、なんでよりによって今なんだよ。電源が切れちゃった。でも代わりになるものを知ってるよ。僕のトランクルームをゲーセンにすればいいんだ。大きなモニターを出してゲーム機をセットすれば好きなだけゲームができるんだよ。ほら見て、かっこいいだろう。アッサム。これだと遊びにくいから座る場所も用意しないとだね。いい感じだ。こんなに心地いいクッションでゲームができるなんて最高な人生だね。よし、遊ぶぞ。ああ、最高だ。ビット、一緒に遊んでいい？もちろんいいよ。楽しいわね。人がたくさんいるわね。私はまた一人ぼっちなの？あ、いいこと考えた。みんなをこっちに来させる方法があるわ。パーティー会場を用意しちゃうの。必要なものは揃ってるわ。ディスコボールだってあるの。重いわね。ほら素敵。パーティーの時間よ。みんな踊りましょう。あ、ディスコじゃないの。みんなで踊りましょう。楽しい。一人ぼっちになっちゃったよ。かわいそうに。ピット、こっちへおいで。一緒に踊りましょう。もっといいアイデアがあるんだ。キャンディーのためにピンクのジョイスティックを用意してるんだよ。一緒に遊ばない？素敵、ぜひ遊びましょう。えい、くらえ。僕が勝つぞ。ピットはいい人だったのね。キャンディーもさ、お互いのことをよく知れてよかった。わあ、バーバラにはポップコーンがたくさん。ラッキーだね。ニックの方は少ないけど大丈夫。ジュリーは一番運が悪いよ。ジュリーから始めて。ちょうどいいこと思いついたの。ピンセットはどこ？そう、これよ。パパッと美味しく食べれたわ。いいね、次は僕。ポップコーンを素早く作っちゃうよ。ニックってコックさんだったんだね。レシピをメモしてね。フライパンを用意して、そこにポップコーンを入れるよ。数分待ったらお楽しみください。すごい爆発、みんな気をつけて。ニック、本当に爆発的なレシピだね。私は自分なりのレシピで作るわ。コーラにタバスコソースを入れて、それを友達に飲ませるの。何これ、なんでこんなに辛いの？あー、そうそう、それよ。ニック、ありがとう。おいしい。バーバラとニックの目玉グミの数を見て。ジュリーには一つしかないみたい。少ない。はは、運が悪いね。ニック、一応言っとくけど、冗談は場違いだよ。戦わなくていいじゃないか。仕返ししてやるぞ。ニック、また何か企んでるの？ケチャップを目につけてる？恐ろしい。ジュリー、僕の目を食べていいよ。これって本当にあなたの目？そうだよ。あー、やめて。バーバラ、気をつけて。ニックの目を食べちゃったみたい。助けてあげるよ。あ、気をつけて。え、何これ。あ、目だ。みんなすごい冗談ね。
今度は私の番よ。美味しすぎていつまでも食べてられるわ。ああ、すごい食欲だね。今度は僕の番。高速モードオン。おいしい。すごいニック、一気に食べたね。みんなと分けたら？みんなお腹が空いてるよ。一個だけでもいいからお願い。やだ、僕の。ニック、目玉グミは一度にたくさん食べちゃダメだよ。もう手遅れ。これで何でも見えるね。こんなにたくさん食べられないわ。どかして。一本だけ？簡単だよ。何これ。みんなしっかりして。大丈夫だよ。まずは私からね。それは種だよ。食べるんじゃなくて植えるの。気をつけて。バーバラ、適当に投げないで。今植えるからね。育って。なんで育たないの。バーバラ、少し待って。そうすれば育つよ。じゃあ僕からね。味を感じないように早く食べるのがポイントだよ。あ、まずい。早くこの味を消さないと。これだ。借りるね。水をあげないと。育って。地震だ。隠れて。大丈夫だよ。バーバラの種が芽を出しただけだから。これでバーバラはブロッコリーを手に入れたよ。まずい。ブロッコリーは嫌いなの。最悪。バーバラ、顔を洗った方がいいわよ。あなたはブロッコリーを食べた方がいいわよ。ブロッコリーは嫌だ。でもどうすればいいか、いい考えがあるわ。ジュリー、嘘をついたら痛い目に遭うことは知ってるよね。ニックはすでに何か企んでるよ。あー、美味しかった。もっと食べて。最悪。次回はズルしないでね。フライドポテトだ。美味しいからみんな大喜びだね。あ、ジュリーは一本しかないからあまり嬉しそうじゃないね。美味しいわ。でも少ない。もっと欲しい。今度は私の番よ。バーバラ、少しちょうだい。何よ、せめて一本。もちろん。はは、信じたの。やったわね。仕返しするわ。バーバラのケチャップをすごく辛くするの？すごく残酷。あれ？熱い。すごく辛いわ。僕は関係ないよね。それでいいのよ。バーバラ、ちょっと冷静になって。ケチャップは触らないで。楽になったわ。よし、okay. ケチャップはこれで十分。ニック、ちゃんと見てないとフライドポテトがなくなっちゃうよ。え？すごく美味しいわ。ニック、ありがとう。僕のポテトを全部食べたの？これでどう？ニック、落ち着いて。次からは気をつけるんだよ。わあ、大きいプリングルズ。ニックは運がいいね。バーバラの方はなんかピラミッドだよ。ジュリーはポテチ1枚。しかもすごく小さいよ。いいこと思いついた。この方がいいわ。あー、美味しい。ニック、今度はあなたの番よ。え、開かない。歯を折らないように気をつけてね。こういう時のためにノコギリがあるんだ。気をつけて、私たちを切らないで。すぐに開けられるよ。What? 見て。
ニック、口を大きく開けて、チップスが飛んでくるよ。やっとだ、おいしい。危ない、ニック、伏せて。ああ、ニック大丈夫？大丈夫じゃなさそうね。まあいいわ、自分もポテトチップスを食べ始めるからね。バーバラすごい食欲だね。投げるときは気をつけて。おいしい。何を逃したの？バーバラが空爆を起こしているから、ニックはテーブルの下にいてね。準備できてるんだね。ニックはできてない。工事中ですのでご注意ください。バーバラ、ちゃんとタワーを抑えて。えい、うまくいったね。さっきのなーに？ジュリーはまた運が悪いね。ニックはスキットルズのお皿。すごい。バーバラの方には全色のスキットルズがたくさんあるよ。こんな小さいの一粒。静かに、いいこと思いついたわ。ジュリー、うまくいくかどうかはわからないけど、やってみる価値はあるね。すごい。この方がいいわ。すごい。あー、美味しい。最高よ。一生食べてられるわ。すごい。ニック、あなたの番よ。見て。わー、すごいね。でも、もっと練習した方がいいよ。あー、僕のスキットルズ。でも、たくさんスキットルズを持っている人を知ってるよ。バーバラは気に入らないと思うよ。気づかれなければいいんだよ。手を離して。全部私のよ。どの味から始めようかな。これかこれ。いや、これがいい。決められないわ。あ、そうだ。何それ。これで色を選ぶわ。やってみましょう。何色になるかな。緑から始めます。OK。美味しいわ。スキットルズ大好き。一度に全部の味を食べたいわ。中には何が入ってるんだろう。何これ。うわー、すごい。すごい、すごい。巨大なスキットルズのキャンディーだね。すごく大きい。そしてきっと美味しいんでしょうね。そうだよ、本当に美味しいよ。あ、サプライズもある。みんなの分もあるから手を出して。トゥイックスだ。いいね。 What? OK。 みんな早く食べたいみたい。私が先よ。気をつけて。いいこと思いついたわ。ジュリー、気をつけて。誰も傷つけないでね。できた。あ、すごく美味しいわ。いつまでも食べていたい。ジュリー、不潔だよ。すぐに顔を洗って。次は私。すごいかっこいい開け方。いいね。おいしいわ。でも何か物足りないわね。温かい牛乳があればバッチリよ。本格的なミルクシェイクだね。最高の組み合わせよ。今度は僕。トゥイックスでできた壁だね。今から壁を修理するよ。材料はどこ？必要なのはヌテラ。本物のトゥイックスでできた高層ビルを作るんだ。ニック、トゥイックスから目を離さない方がいいよ。どうなってるの？ダメだ。ニック、怪我はない？
ヘルメットがあるから大丈夫。